どうもジャジー K です。今回もファイナルファンタジー15、ロイヤルエディションのね追加クエストをやっていきたいと思います。で今回はオルティシエの、まあ、前回も話したんですけど、このねここにハテナがね出てるんですよ。でこれが新しいクエストだと思いますんでちょっとやっていきましょう。いらっしゃい。それじゃあ要件を伺おう。あこれじゃないんか。違うのね。いつでも寄ってくれ。どっから話せば？あ、これか。こんなとこにあるのか。はい。水神ビスマルク。どうした王子？面白い記事でもあったかい？面白いつうか、俺の知らない神話が書いてあるんだけど。ん？ああ、ビスマルクか。アコルドで信仰されるもう一つの水神だよ。独身のような本当の神様じゃないけどな。豊漁を招くと言って漁師たちが慕っている生き物だ。豊漁？あ、そいつどんなやつなんだ。おや、気になるかい。だったら会いに行くといい。海に出て鳥の集まる場所を探すんだ。運が良ければそこで奴と会えるだろう。もう一つの水神、鳥の群れを探すと。じゃあちょっと船初めて乗ってみましょう。どこまで行くかい。港ってここでいいんかな。ここでいいんかな。水神ビスマルクってどんな屋根やろな。ようやくね、でもロイヤルエディションの追加のところを今やってますけど、すごいっすね、やっぱり。なんか、すごい楽しませてくれるとか、映像も綺麗ですし、まあ、ストーリーも、まあ、面白いで、まあ、さすがファイナルファンタジーって言ったとこやと思うんですけど、このオルティシエがね、個人的には一番好きな街で、戦友も故郷はオルティシエにしてるんですけど、まあ、この水の街というか、街並みもすごい綺麗なんで、まあ、日本ではない光景やし、これどっかをモチーフにしてるんでしょうけど、どこをモチーフにしてるのかなっていうのは思うんですよね。めちゃめちゃ綺麗ですよね、これ。あ、こっちも見れるのか。ほら。こういうとこ住みたいよね。まあ、ないけど。こんなとこで住めたらめちゃめちゃテンション上がるやろなと思うしな。しかも船もこれ自由に使えるんで。まあでも人がいっぱいだら混むか。まあ混みそうやな。どうも、帰り道もよろしくね。はい、着きました。こっから船に乗れんのかな。船に、わかった。船に乗るには、どっか乗んのやろうか。こっちか。クルーザーに乗りますと。おしど、久しぶり。んじゃ、行ってきな。一言だけかいな。クルーザーに乗れば海上を移動することができます。またクルーザーの上でも行動することが可能で、釣りや写真撮影、休憩などすることができますと。船を再び操作するには操縦席に座ってください。はい。操作する。何これ。あ、これで操作するね。クルーザーショップっていうのがある。あ、これで釣り道具買えるってこと？いいな。これで、あ、いいね。でマニュアルセール、クルーザーを操作して海上を移動します。移動中は好きな場所に停泊して海釣りをすることができます。クルーザー操作中はナビゲーションマップに魚の位置が表示されるので、
うまく利用しましょうと。で、え、オフロード運転できんの？まあな、お前でもできるんじゃない？海で事故るってことね。これどっからできるんじゃねえか、お前でも。どういう意味よ。あ、こういうこと。あ、こっちから出るのか。なるほど。おお、いいね、いいね、綺麗やな。お、すごい。オルティシエで来た時以来の。ねえねえ、何ここから写真撮っとこうよ。撮っとくわ。やったー、きっといい写真になるよ。どとりの止めるからな。なるほどね、これでいいの。まさきかいな。あれ、こっち行けへんの。あ、こうやって行けるわけね。はい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 、これ釣りをする。なるほどね。まだ写真のスポットはもう少し前だったですね。で、ちょ待って、どうやってちょっと操作し、この船とレガリアってどっちが早いと思う？レガリアなんじゃねえの？この船がレガリアくらいのスピード出せたらいいのにな。じゃあレガリアを水陸両用に改造した方が早いんじゃねえか。ちょ、待て待て待て、お前ら親父の車をどうする気だ。ちょっと待て待て、取る。じゃあ取るよ。お、いいね、いいね、これ保存。お、いい感じ。ではこっちでいいかな。ちょっと待って、水人水人、これね。おお、早いな。見て、あそこ鳥がすごい飛んでる。なんだありゃ、すげえな。海鳥がああしている場所には魚の群れがいるというか。なら豊漁の神もいるかもしれねえな。オッケー。いないね、ビスマルク。ハズレか。別の場所探そうぜ。か、多分この辺ぐるぐる回ってればいるんやろうけど。いや、船爽快やな、これ。めっちゃ綺麗やし。この辺りは魚が多そうだな。ノクト、食材調達を頼めるか。しょうがないな。ああ、期待してるぞ。こっちに向かう。止めるからな。なるほど、ここで釣りをしろってことね。まあ、せっかく釣りのレベルも9やし、これでなんとか12かへんかなって。無理かな。
やべえ、船釣りとか夢だったんだよな。もっと他にいい夢ないの？来た！すげえのかかってるぞ。まだ釣れてへんよ。取り込み。なかなか手ごわいな。けい。腕が上がったんじゃないか。ねえ、これ釣ったことあるやつかよ。でっかいのがいいよね。でもこれちょっとどうしよう。こっちにしとくか。オッケー。余裕やん。おお。でっかいのがまだここにおるな。おっ、やばいやばい。けい。おお、いいじゃん。釣ったことないやつばっかりやな。あと2匹ぐらいあるのかな。あ、いやいや。おお、腕が上がったんじゃないか。ちょっとでかいのを釣りたいんだが。なんか主みたいなの釣れないかな。お、なんかこれは新しくもないんかい。ちょっともうええか。やめた。はい、次次。そうそう、これこれ、ビスマルクさんをやっぱ探しに行かんとね。この船とレガリアってどっちが速いと思う？レガリアなんじゃねえの？この船がレガリアくらいのスピード出せたらいいのにな。じゃ、レガリアを水陸両用に改造した方が速いんじゃねえか？ああ、なるほど。お前ら親父の車をどうする気だ？どこや。ライトつけるぞ。了解。夜になっちゃったやん。しかしここで会いたくないね。止めるからな。ちょっと休もう。ホテルのベッドより眠れそう。はい、到着。到着じゃないか。また早朝になりまして、
この船とレガリアってどっちが早いと思う？レガリアなんじゃねえの？この船がレガリアくらいのスピード出せたらいいのにな。じゃ、レガリアを水陸両用に改造した方が早いんじゃねえか？ああ、なるほど。この辺めっちゃ魚おるやん。どういうこと？え？なんか朝の方が魚おんな。魚はおるけどビスマルクおらん。止めるからな。来たんちゃう？来たんちゃう？うわあ！ねえ、あれ！来た？うん？なんかやべえのがいるぞ。これがビスマルクか。すっげえな！ちょっと早く早く見してよ。どういうこと？こんなのがいるんだ。おい、周り見ろ。すげえ魚の数だぞ。漁師たちが神格化する気持ちもわかる。いや、すごいね。これコントローラー震えるぐらいな感じか。おお。海ってすげえな。なんだこれ。クジラか。ちょっとどこにいんの。うおー、すげー。やばいな、やばいな、これやばいな。すごすぎて写真撮るの忘れそうだよ。来たー。ここまで来た甲斐あったな。おお。なんか模様入ってるよね。どっちどっち。おお、すげえ。おお、イグニスアップみたい。みたい。終わり。うわ、すげえ。マジだ。早く釣らねえぞ。水神の恵みに感謝だな。クエストコンプリート。はい。ちょっと外に出て。何してんのこいつ。筋トレかい。ということで、ファイナルファンタジーロイヤルエディション追加要素の水神ビスマルク、まあ、クルーザー運転してね、やるイベントですけども、クリアしました。いや、映像がやっぱ綺麗ですよね。まさかあんなにこうリアルな大きいクジラに会えるとは思ってなかったんで、ちょっと感動しましたね。はい。ということで、ロイヤルエディション、水神ビスマルクのサブクエストをやってきました。続いてね、次はまあオートですよね。最終決戦のところの、王の剣が確かいるようなことが書いてあったんで、そちらをねやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。ツイッターもやってますんでフォローお願いします。ではでは、ありがとうございました。